さあ今日5月18日は言葉の日だそうです。皆さんは言葉毎日大切になさっているでしょうか。私今日はお天気占いで失言に注意というふうに出ていたのですけれども、先ほどインターバル中にさやねさんが、あーちゃん失言今日多くないって教えに来てくださいました。え、そんなに多いですかって言ったら、もう気をつけてるって言ったのに、すごい、あ、また失言してる、また失言してるって思ってたんだよって教えてくださって、そしたら山口さんが、いや僕はまだ大丈夫ですって一人称僕かどうか分かんないんですけれども、山口さんへの、掛け合いとかも結構ね失言があったみたいなんですが、そう、山口さんは、いや僕はまだ大丈夫、まだいけますっておっしゃってくれてそうか、ではもう失礼のないように意識はするけれども、無意識な失言はごめんなさいっていうね意識で、そうどこら辺が失言だったのか私未だにちょっとわからない。髪の毛の話かな梅雨時期もさもさの話かな、水シャワーの話かな、自然乾燥の話かな、ちょっといろいろあるんですが、あ、今日も東日本西日本の方、はい、むしっと暑いっていう方が多いんですけれども、山口さんもやはり今日も蒸し暑いなと感じますか。外出てなかったんです。あ、外出てなかった、朝来る時こう、あ、そうなんですね。だから自分では今日まだ知らないそのジメジメムシッとしていると、うん、ちょっと髪の毛の話題もお送りしていたんですけれども、うん、ちょっと髪の毛がごわついたりちょっとくるってしたり、言うこと聞かないなっていうことありますか。ありますよ、これで、これですから結構クリンクリンですねそう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 湿気が多いとあれですよあ、そうなんですか膨らんできますよじゃあこの時期の山口さんは結構頭膨らんでちょっと今日なんか大きくないですかっていう、ありますあります、影響します。幼少期から結構クリンクリンだったんですか。多分そうだったと思いますよ。うーん、あ、そうです。髪の毛って湿度計になるんですよ、はい、ほう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 、はい、昔からあるんですよ、そういう毛髪湿度計っていうのが。あ、もう実際に髪の毛が入ってるんですか。そうです、そうです。髪の毛のこの湿度による伸び縮みによって、はい、湿度を測る。へえ。湿度計なんです。あ、なるほど。あ、みんな頭に湿度計を乗せて歩いてる。そうそうそうなんですよ。へえ。だから湿気が多いと、あ、なんか今日ちょっとっていうのはもうこれはもう必然。うん、へえ。そうなんですよ。そうなんですね。じゃあ、今は湿気に癖毛に負けないようなドライヤーの乾かし方とかもお伝えしていたんですけれども、下手にもしかすると矯正しない方がいいかもしれないですね。自然、私も自然ですか。シャワー浴びた後、水シャワー浴びた後はドライヤーかけてますか。あ、かけないです。自然乾燥ですか。シャカシャカシャカタオルで拭いて、はい、あとはもう堂々と時間が経つのを待つ。あ、その乾くまでの時間もじゃあ梅雨時期と真夏の時期は変わってきそうですよね。変わってくると思いますよ、うん、冬は冬でねまた違いますし、梅雨夏はやっぱね気温が高くなるので乾きが早いっていうのがあるんですけども、はい、まあ、梅雨はね確かにね今とかまさにそうですよ。気温そんなに高くないけども湿気が多くなってるっていうのは時間かかる方ですよ。山口さんのことですからなんだか毎日記録つけてそうですよね今日は何分後に乾きましたそうですよね、やってみたら面白いと思います。面白いと思います。髪の毛と湿度の関係、そう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 、乾くまでの関係、すごい論文書けちゃいそうですね。もうなんかいろんな論文書けますよね、うん、絶対に役立たないと思うんですよでも論文って役に立つために書いてますか皆さん。いや私そんなことなかったんですまあ確かにね。山口さんは何の論文書きましたか。大学生の卒業論文。私卒業論文あれですよ、前言った法学部法律学科刑事法専攻なので法律系のことについて、犯罪と量刑について山口さんの前では本当に悪いことできないので私最近ビクビクしてます
何条に今違反してるよ違反してるよみたいな言われるんじゃないかと思ってドキドキしてます幸いねあれ以来一回も役に立ってない本当ですか、あの幸いこれ役に立ったらダメですか確かにダメですそうですね、あの刑法刑事訴訟法なんで、うん、これはあの役に立たない方がいいと思いますのであまあ、きっとねちょっと卒論何しようかな論文を書くことないなって思ってるコメントでねご参加で皆さん もうこの髪の毛はそのまま湿度計になるということですから参考にしていただければと思いますさやねさんは私はもうすでに失言ばかりということでね評価してくださったのでこの後も言葉には気をつけていきたいと思うのですが今日はそんな言葉の日です。私は武藤あやめです。失礼しました。急にでご紹介です。いきますよ。ここまで武藤あやめがお届けしました。それでは失礼します。この後も良い夜を。